腰が入ってるよ。腰が入ってるから腰を内への状態で乗ってると内側引っ張っちゃうよ。島抜き腰を内に入れない。腰を内に入れてが入ってて内側引っ張って乗っちゃってるから、で外側も持つから馬が両方持たれてるから苦しくなっちゃってパタパタするんで、馬が例えばぶっ飛ぶとすんじゃ、そこからびっくりしてね、ぶっ飛ぶ時に左の斜め前にぶっ飛ぶ以外ないっていう状態を作っとくんだよ。左を譲っとけば左斜め前にぶっ飛ぶじゃん。そのぶっ飛ぶ方向を押さえて乗ってるとダメ。ここで輪乗り、輪乗り。そう、そう。決めて直線、直線、まっすぐ行かす。まっすぐ歩かす。まっすぐ、まっすぐ。腰入れない、腰入れない。定石を頼らない、策を頼らない、少し内側でいいから、そう、右の後ろ足の前に右の前足を持ってくるぐらい、そうそう、左を譲れるように、譲れるように、そうそう、手前回転、シンプルチェンジだよ。されてないです。びっくりさせる。デング熱なんで。心配です。いや、今度左まっすぐ、まだ右向きすぎだよ。右手もっと前。そう。右の脚で、あばらしっかり。いいよ、はい、駆け足。直線ね。もっと肩を入れなきゃだ。左の、そうそう、左の後ろ足の前に左の前足持ってこなきゃだ。そこまで肩を入れなきゃだ。そう、右手もっと前で使わなきゃ。お、そこじゃないとほらまっすぐならないで首が。そう、そう、お、いいじゃん。あー、また右向きすぎてるよ。左の後ろ足の前に左の前足を持ってくんだぞ。そしたら首が曲がりすぎないように右手をちょっと前出して、そう、そう、右のハミを追わせる、追わせる。馬がスーッと髪を加えていく。あ、引っ張りすぎだよ、右側。ね、首曲がってるでしょ。首が曲がってる。首が曲がってるよ。その前よかったのに。この辺から曲がりだして。そう。もう発進の時に首が曲がってる。か、
あばらをもっと作るんですよ。あばらを作って肩を入れなさい。うん、そしたら右手を譲って首まっすぐにして、そうそうそう、それで右の前足を前出してポンと駆け足、いいよ、いいよ、左脚強すぎ、まっすぐまっすぐ、もうちょいもうちょい肩を入れる、そう、はいはい、で斜めに行ってシンプルチェンジ、島抜きシンプルチェンジだよ、左引っ張りすぎ、肩入れて、肩を内みたいに、はい、そしたら左譲る、左を譲る、左を引っ張りすぎ、そう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 、そう、それで斜め、でシンプルチェンジ、シンプルチェンジ、シンプルチェンジ、はい、しばらき、それ右引っ張ってるよ、また暴れ出したぞ、はい、右向きすぎ、左の前足を左の後ろ足のまっすぐ前まで持ってきなさい、そうそう、で右手譲って、そうそうそう、で遠くへ遠く、右の前足を遠くへ遠く、いいよ、もう一回すぐ、ほらすぐ直す、そう、いいよ、で斜めでシンプルチェンジ、右からの左への推進、左の受けで波足に、はい、すぐ入れ替える、あ、深すぎ姿勢が、右首下げて、そうそう、肩だよ、そう、右の前足もっと内側、はいはい、それぐらい、はい、いいよ、斜めシンプルチェンジ、左まっすぐ、はい、すぐ、おい、そう、そういう風にまっすぐで走るしなきゃ、そのまっすぐパッと作れなきゃね、次の発進まで、もう一回斜め、シンプルチェンジ、全部離さない、あー深すぎよ、今みたいに右向けすぎてると左肩が逃げてるから馬がよれちゃうよ、左引っ張りすぎ、もっとリラックスリラックス、右の前足もっと内、
馬が外向かないように、馬が外向かないように、首曲げない、首曲げない、顔だけ、顔だけ、ハンマキ、ハーフパース、波足。